丸バツクイズの活用例をご紹介します。丸バツクイズは問題文が文法的に正しいかどうかを丸かバツかで答えるクイズ形式の枠です。文法の授業でも個別学習でも活用することができます。丸かバツか選んだ方に挙手をして、それぞれが選んだ理由を説明してみましょう。解き方を説明することで文法の仕組みが理解できているかどうかを確かめることができます。また回答が表示できるので、その場で正しい答えや解説を共有することができます。生徒がゲーム感覚で繰り返しチャレンジすることで学習事項の定着を図ることができます。また間違えた箇所の練習問題をボタン一つで呼び出せるので、生徒それぞれの苦手分野に合わせた効果的な学習が可能です。